はい、みなさん、こんにちは、こんばんは。ここもチャンネルの生涯。今日は、相手の過去を気にする人は、自分の手で未来を粉々に壊してしまう、をお送りいたします。よろしくお願いいたします。まあ、今日の、えー、お話はですね、まあ、人生くんですよね。まあ、人生の、まあ、お話をさせていただきたいと思います。まあ、恐縮ですけどもね。 あの、もう本当にね、私の、まあ、経験と、まあ、周りの方のね、まあ、いろんな方を見てきましたので、まあ、その分析の結果ということで、集大成ですよね。その中の一つをお話ししたいと思います。えっ、ー、とね、あの、う、まあ、お医者さんで、女医さんですよね。あの、女性のお医者さんで、えー、有名な方ですよ。で、その方が、 まあ、一生懸命医学の道をね、日本人ですよ。あの、頑張って勉強したり、研究したりして、ね、あの、いろんな患者さんをね、一生懸命治していた。で、あの、その方は、まあ、医師としては優れていて、あの、手術もするんですけど、女性なんですよ。あの、すごいんですよ。うん、でねあの、腕もいいんですよ。で、地位的にもどん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 のし上がっていって、 まあ、一目置かれる存在になって。でも、気がついてみたら、もう47を過ぎてしまったんですよね。で、その47歳の時のお話なんですよ。その方がね。で、あの、まあ、これじゃいけないと。ね、47歳まで気がついてみたら、まあ、独身ですよ、ずっと。恋愛もしてない。全くしてないんですよ。全くしてないんですよ。まあ、誰かに誘われてね、お茶ぐらい飲んだことはある。だけど、恋愛っていうものをしてない。 全部、その、医学の道にエネルギーを使ってきちゃったんですよ。ものすごい真面目な人なんですよ、本当に。で、他のこと知らないんですよ、だから。その、お医者さんに関することだけで、料理も何にもできないんです。全くできない。漬物なんか漬けたことないです。全くない。もう漬物を買うだけ。もうご飯も、どこか外で食べるか、何か買って食べるかのどっちか。自分で料理したこと一回もないです。 卵を焼いたことはあるのかっていうね。そういう質問をよくされるみたいなんですよね。目玉焼きとかはどうなんですかパンとかトースト焼いたことないんですかない。これすごいですよ。見事ですよね。もう全くしてない。もうご飯はコンビニでも何でもいいから買ってきて、それを次の日の朝、袋を開けてもう食べるだけ。もうとにかくすぐに研究室に行かなきゃいけない。ね、病院に行かなきゃいけない。そういう生活をずっとしてきたんですよ。本当に。 もう土日も医学書を読む海外から取り寄せたやつとかね、いろんなものを。まあだから勉強熱心で、本当にその医学の道に集中してきたんですよ。47年間ですよ。子供の時から医者になりたくてね、頑張って、小学生の時から勉強して、お医者さんになって、そして人を助けるんだという思いでやってきて、気がついたら47歳になっていたんですね。 で、恋愛とか何にも、もうそういう経験がない。で、その中でね、あの、ある男性の方と出会ったんですよ。患者さんだったんですけどね。で、その男性の方が、まあ、いい方なんですよ。ちょっと歳が上なんですけどね。すごくいい方で、柔らかくてね。気持ちは本当にね、大きい、広い。で、ただ、あの、奥さんがいたんですけど、亡くなったんですよ。えっ、ー、とね、その、知り合う2年ぐらい前にね。 で、まあ、もう奥さんもでもいないから、ね、あの、僕とお付き合いをしていただけませんかと。患者さんで来ていて、あの、初めて、その、行って、なんか、電気が走ったみたいにね。その上位さんに恋をしてしまったんですね。その男性がね。で、目が悪くないんだけど、もう治ったんですよね、一回で。いや、腕がいいなと思って。だけど一回で治っちゃうと困っちゃうわけですよ。またその上位さんに会いたいわけですから。 困ったなと。で、わざと目をこすってみたりね。血膜炎にわざとなってみたり、本当ですよ。あの、汚い手でこすって。あ <laughs>、これ血膜炎になって、やったーとか言って。で、また行ったら、あ、あ、血膜炎ですよ。あ、これはひどい血膜炎だとか言って。何回か通わないとダメですよ。とか言って。やったーとか言ってね。何、ニタニタしてるんですかああ,ああ、何でもありません。とか言ってね。本人嬉しいんですよ。血膜炎。<laughs> これ珍しいですよ。 結膜炎になって嬉しい人なんかいないじゃなかなか。いや、だから本人本当に嬉しい。やった、結膜炎だよ。3回は会えるなとかね。それぐらい好きになってでも、ジョイさんは患者さんを治すのに一生懸命で、まさかそんな行為を自分に持ってるとは全く思ってもいなかったんですよ。で、まあ3回結膜炎で通い。で、また他のことで、あの、なんだかんだ言って通ってね。 とにかく毎月のように通っていて、1年ぐらい経ったんですよ。で、まあ、女医さんの方も顔を覚えてね、あの人はよく来るななんか目が悪いのかしらって、いや、本当にかんない。恋愛したことないんでね、そんな感じなんですよ、本当に。そしたらね、まあ、男性の方が、お誕生日はいつですかって言って、なんか聞いてたらしいんですよ。11月なんですよね。で、11月なので、いや、なんかプレゼントをね、あでも渡す、なんかおかしいかなまあでも、 いつもね、診察をしていただいて感謝してますということで渡すんだったらいいのかなって言ってね、私はお金に余裕のある方なんですよね。自分で授業されていて。で、なんかあの、ネックレスかなんか買ったらしいんですよ。で、それを持っていってね、14月また、まあ、なんだかんだで、あの、目悪くしていったらしいんですけど、で、あの、診察の終わりかけにね、あ、先生これいつも本当にあの、 私の目を見ていただいてね、あの先生に見ていただけているせいなんでしょうね、あのおかげで。あの目の調子が本当にいいんですよ。ありがたいですって言ってプレゼントを渡したらしいんですよ。で、ああ、そうですか。いやいや、もう本当もらっちゃっていいですか、こんなの。いや、どうぞう先生のために、あの、私が選んでね、これが似合うだろうと思って買ってきましたって言ったらしいんですよね。そしたらね、ちょっとなんか分かってきたらしいんですよ。あ、この人もしかしたら私のことが、 好きなのかしらとね。ちょっとだけですよ。恋愛したことないんでね。でまさか、でも私なんか、ね、あの、もう、医学の道ばっかりでね、魅力もないし、お化粧だって全然してないしね、そんなに、そんな、こんな私を好きなら、まあ、まさかないでしょうね、なんて思っちゃうんですよ。でも、毎月来るんですよねで。どうなのかしら。で、おせっかいな女性って必ずいるじゃないですか。 2人とも知ってるっていうね。で、その男性が、なんかある日、なんかその女性と、なんか仕事かなんかの話でね、いや、あそこの,あの眼科に毎月通ってるんだよって言ったら、あ、私よくあの人知ってますよって言って、えあ私あの、ほら、レストランやってるじゃないですか。私のレストランに1週間に1回は来ますよって。あ、そうなのえ、何曜日とか決まってるのうーん、大体土曜日が多いですね、夕方、夜って。 ぐらい。まあ、夕方かなそれぐらいに来ますよ。毎週のように。あ、そう。じゃあ、ちょっと行ってみようかなって言って、土曜日にその人のレストランに行ったら、いたんですよね。来てたんですよ。だあ、の先生先生、偶然ですね。私、あの、このレストラン初めて来たんですよって言って、あららららら,ら,らって言って、あの、ここいいですかね一緒に食事をしてって言ったら、ああ、どうぞど,ど,ど,どうぞどうぞって言って、そこからね、 あの、毎週、その土曜日のその夕方、一緒に食事をすることになったんですよ。で、だんだんね、あの、ゆっくりですけど、なんか恋愛的な気持ちが出てきたんですよね。その上位さんの、あの、先生の方にもね、女性の。でね、好きになってきたんですよ。その時間かかりましたよ。1年半ぐらいね、そこから。だからもうね、50ぐらいになったんですよね。で、50ぐらいになって初めて、なんか、人を好きになった。 ね。その相手の男性を。で相手の男性は、よかった、丁寧にね、あの、積み上げてきた会があったと思って、嬉しいなと思ったんですよ。で、お付き合いをしてくださいって言ったら、わかりました。あの、お受けしますって言って、もう真面目な人たちですからね。そんな会話なんですよ。で、ああ、よかったと思ってお付き合い始まったんですが、ですよ。これがね、この後が大変。あの、その女性がね、 恋愛経験がないじゃないですか。恋愛経験があんまり豊富じゃない人に限って、もう全員じゃないですよ。でも、あの、ある傾向があるんですよ。どんなことかっていうとね、相手の過去にこだわるんですよ。で、奥さんはどんな人だったんですかとかね。で、男性はあんまり言いたがらないんですよ。いや、そんなこと知ってもあんまり良くないよって言ったんだけど、私は知りたいんですっていうことで。 よっぽど気になる。でも、聞いたら聞いたで、もっと気になる。え、じゃあ奥様のことを愛してらっしゃったんですね。そういうふうにするってことは。うーん、まあ、そう、まあうーん、まあ、結婚してたわけだからね。その時はまあ、そうかもしれないねって、まあ、曖昧に答えるわけですよ。でも、その女性の方はそれで、や気持ちを置くんですよね。え、やだ、私それって。やですねって。いや、 嫌ですって言われてももう、妻がもう先に亡くなっているしね。で、まあ結婚っていうのはでもお互い好きだから結婚するんじゃないか。えー、でもなんかそういうふうなことがあったっていう事実があるわけですよね、とか。もうね、すっごい細かいんですよ。で、それが嫌だ、あれが嫌だって始まるんですよね。で毎回そうなっちゃってるんですよ。で、男性の方がちょっとね、あのくたびれちゃったんですよね。 いや実はって言って、僕のね、あの、この過去をいろいろお話をね、あの、まあ、質問されるからお話をするん、してるんだけど、あれが嫌だ、これが嫌だってね、君は言うけども、あの、もう過去は修正できないんだよと。過ぎ去った。まあ、5分前、10分前のことだったらどうにかね、修正できることもあるかもしれないけど、 何年も何十年も経って過ぎ去ったことだからね、修正はできないんだよ、と。君は今と未来だけを見て一緒に歩んでいくっていうことはできないのかなって言ったんですよ。まあいい男性だと思いますよね。丁寧にね。そしたらその上位さんの先生の方が、私には無理ですって。いやいや、でもそれって <laughs>、 ななならいいいじゃないですかねいや無理ですっていうか、いや、努力してみようかなとか言わないといけないんですけど、思わないとね。なんか、ね、はっきりね、ドアから否定しちゃったんですよ。で男性がね、いや、困ったな。僕は君のことが好きで、なんとか一緒にね、仲良くやっていきたいとは思ってるんだよと。これ、どうしたものかなっていうことだったんですよ。で、私のところに相談に行ったんですよ。その、会社の社長なんですけど。 <laughs> お客さんなんですよね、私のね。で、これは困ったと。これどうしたもんですかっていうね。まあ、話は今の通りなんですよ。で、男性としては、まあ相談の内容はね、あの、僕は彼女のことが好きで大事だから、まあちゃんと仲良くね、やっていきたい。でも彼女は僕の過去にこだわり続けると。 これをどういうふうに修正していったらいいか、僕にはもうわかんなくなってしまったんだという相談だったんですよ。で、まあ、いつもあの会社のね、事業のこととか、まあ、従業員のトラブルとかね、まあ、そういう相談なんですけど、その時はそういう話、あの、個人的なプライベートのお話だったんですよね。うん、社長さん、それはそうですか、難しいですね、っていう話をして、 その、まあ、原因っていうかねあの、女性に多いんですけど、やっぱり恋愛があんまりねあの、うまく今までいかなかったとか、恋愛経験が少ない、恋愛経験が全くないという人に多いことなんですよ。その相手の過去にこだわるというのはね。で、そのこだわり続けるとどうなるのかっていうと、あの壊しちゃうんですよ。こんな思いをするんだったら、 こんな気になって夜も眠れない、イライラしたりとか。だからもう人を好きになったらダメな人間なんだと自分は。そういう方向に行っちゃうんですよ。だったらもうお別れした方がいい。やめた方がいいっていう。やっぱり私は、あの、医学の道一本で、で、それを全うして一生人生、それでやり遂げるっていうのが合ってるのかしら。そういう風になってしまうんですよ。 で、これはですね、あの、非常に、あの、いけないことなんですよね。その、医学の道で頑張ってきたのは素晴らしいことで良かったんですよね。まあ、称えられることですよね。一生懸命頑張ったと思いますよ。人を救ってね。なんだけど、それとプライベートと分けなきゃいけないんですよ。だから、これはあの、今、一緒になって、重なってしまってる部分もあるので、あの、道が一本しかないですよね。 これ、日本にまず分けなきゃいけないんですよね。完全に。で、日本に分けて、恋愛という道路を作んなきゃいけないんですよ。で、これをね、その女性にも来てもらったんですよ。で、来てもらって、直接私が社長さんと、あの、話を交えてしたんですよ、その女性に。これは、あの、あなたはね、恋愛経験がないというお話伺ってるんですけど、それは、 あの、恋愛経験がないのでね、どうしていいかがわからない。でも、その中で自分の気になることは何だろうっていうことで、あ、そうだ、相手の、なんかその、ね、その、彼の、過去、女性関係、それが気になると。いや、それを聞いてみよう。ということになって、聞けば聞くほど妄想がね、膨らんで、想像が膨らんで、 なんかもう、イライラしちゃって仕事に影響しちゃってると。で、こんな仕事に影響するんだったら、これはもうダメだ、ということで、いや、もう別れた方がいいとか、そういうふうに、もうそこまで考えてしまっているんじゃないですか、っていうことを言ったんですよ。全くその通りだと。もう一部始終、あなたは私の心を覗いてるかのようにね、今のお話の通りなんですよ、って言うんですよ。うん。 それでね、あの、じゃあどうすればいいかっていうことじゃないですかと。これを、で、あの、先に言っときますけど、自分で、自分の手でね、じゃあもうこんなんじゃダメだって言って壊してしまったら、あなたは一生後悔しますよって言ったんですよ。この男性のね、社長さんは素晴らしいと、本当に素晴らしいんですよ。こんな優しい人もいないし、丁寧な人も、なかなか見たことないし、いないんですよと。だから、 あの、自分で壊したら一生、あの、後悔して、もう、仕事にね、影響するとか今言ってましたけども、相手のね、あの、彼の過去が気になって、それどこじゃないですよ、と。仕事も全部うまくいかなくなっちゃいますよって言ったんですよ。あ、はあ、そうかもしれないって言うんですよ。だから、今、相手のことが好きだったら、ね、 ああ、そっか、私は相手の過去に切り込む癖があるんだと。これはね、それはね、お医者さんだから言いますけど、心の病なんですよ。心に病を抱えてる。絶対にそれは。相手の過去が気になるのは当たり前かもしれないけれども、それを自分の中でちゃんと緩和させていかなければいけない。緩和させるっていう工夫、その、ま、治療ですよね。心の。 それを自分自身でどうやったら緩和させていけるのか。どうやったらイライラしないでいけるのか。それがポイントじゃないですかと。ああ、そうですね、うん。でもどうしたらいいんだろう。と言うんですよ。実はね、薬があるんですよ。それのって言ったんですよ。したら、もう二人とも驚いてるんですよ。その社長さん男性の方も、その女医さんの女性の方もね。え そんな薬があるのってありますよ。完全に良くなります。過去がだんだん気になんなくなります。まあ、いきなり全部100%ね、気にならなくなるではない。だけどまあ、本当に緩やかに、ああ、これで、そうか、まあ、過去は過去なんだなって思えるようになります。ええー、それは何ど、ど、ど、どこに売ってる薬なのその、 社長さんが言うんですよ。いや、売ってないです。私が持っている薬ですから。へえー。買わなきゃいけない。いや、売るとか買うじゃないです。今お話をすれば、その薬が出来上がるんですよ。へえー。で、ジョイさんの方も、えー、どんな薬かしら。で、お聞きしたいわけですよね。その薬を手に入れたいわけですよね、お二人で。うん、そりゃそうだね、それだって、治ったら、ねえあの、 二人で仲良く笑顔で過ごせるようになるじゃないか。あそれはぜひ薬教えていただきたいな、って言うんですよ。で、獣医さんの方も。あなんだか私医者なのに、そんな薬があるんですかそっか。うんまあ、私も知りたいし、その薬を使えば、私のこのなんかイライラっていうか、わだかまりっていうかなんか、もやもやしてるものが緩和されてなくなっていくんであれば、その薬や 私も知りたいです。と言うんですよね。うん。じゃあ、今、お教えしますので、あのー、簡単なんですけど、ちょっと勇気がいりますけど、ちゃんと実行してください。ああ、はい。ああ、はい。お二人ともね、素直なんですよ。これはですね、社長さんの方から数多く、あの、その薬を彼女に与えた方がいいですからね。数多い方がいいですよ。 でも、あなた、彼女、ね、あの、その、あなた、女医さんも、彼に、社長さんにね、ちゃんと、それに答えるように、同じような言葉で、ちゃんと声をかけてください。まあ、LINE とかで、その言葉を送ってもいいですよ。でも、数が多い方がいいですから。ははははい。約束できますかできます。うん、できます。じゃあ、今、その薬、 処方っていうかね、教えますので。で、社長さんは、彼女よりも数多く、2倍か3倍の割合で、その薬を彼女にね、与えるんですよ。ああ、わかりました。君のことが大好きなんだよ。そういう言葉です。心を込めてですよ。ああ、そっか。そうか。君のことが大好きなんだよ。うん。ああ、なるほどね。 ああ、なんか、足りなかったかもしれないな。あんまり、そういう言葉はなんだかね。ほら、土地が年齢が年齢じゃない。だから、そういう言葉をね、なんかこう、言うっていうのはなんか、まあ、恥ずかしいってもあったかな。足りなかったかな。うん、だと思いますよ。だから、それを、ね、毎日のように、彼女に心を込めて伝えていくんですよ。で、いいですか、ジョイさんあ。あ、はい。で、 あなたも、まあ、ちょっとね、あの、恋愛に慣れてないので、そういう言葉を出しにくいと思います。あんまり言ってないですよね、彼にそういうこと、はあ。今まで全く一回も言ったことないです。勇気を出して、もう最初言葉で言えないでしょうから、あの、LINE とかでこ、あの、書いて、好きだよって書いて送る。こあのあ、いろいろあね、なんか書くメールのメッセージの内容を書いた最後に、好きだよって。 で、ハートマークかなんかで送ってあげてください。心を込めてですよ。はあ、なるほど。わかりました。で、それを、二人はね、あの、この社長さんと、そのジョイさんは、始めたんですよ。まあ、その日から始めたみたいですけど、これがね、効いたんですね。もう本当にね、心柔らかくなって、そのジョイさんの方が。もう笑顔。もう顔つき変わってましたよ。 そこからね、どれぐらいだろう、半年ぐらいしてから、あの、少しお会いしたんですよね。で、社長さんが、いや、よかった、本当にあの仲良くなって、彼女はなんかイライラみたいなのがなくなって、ああ、効いた、あの薬は、って、今でもちゃんと毎日、何回も、あの、もう LINE でも書くし、電話でもちゃんと最後にそれを言ってるんだよ。いいことです、本当にそれ続けてくださいよって言ったんですよ。で、今、本当仲良くして。 まあもうあの、婚約したんですよね。で、間もなく結婚式なんですよ。まあよかったですね。本当にね。まあ私結婚式に呼ばれてるんですけど、ちょっと都合で、一心上の都合でちょっと、あの、参列できないということで。<laughs> 私あんまダメなんですよ、人。その人の集団の中で入れないんで <laughs>。まあちょっとね、あの、違う機会にまたね、お祝いいたしますので、ということを申し上げたんですけどね。 まあ、でも本当に大事です。あのー、やっぱりね、言葉が、心を込めた言葉を相手に伝える。本当に大事ですよ。すごくね。うん、それがなくなってしまうと、まあ相手の過去が気になって、自分の手でね、壊しちゃうんですよ。もうダメだとかね。こんなに苦しいんだったら、もう、 恋愛なんかしない方がいいとかね。だから結婚している二人のあの旦那さんと奥さんも同じようなことが起きるんですよ。結婚5年、10年、20年とかね。そういう方でも。だからね、あの、もうこんなイライラする人と一緒にいるんだったら、もう別れた方がいい。離婚だっていうふうにね。決めちゃう人がいるんですよ。でもそれってやっぱりなんか態度だったり言葉だったり、 何かが変わってきちゃったとか足りないんですよ。うん、だからやっぱりね、あの、それは、やっぱり思いをね、相手にちゃんと思いやりを持って、心を込めて伝えるっていうのは、仲良くする秘訣ですよね。これはね、あの、親子関係でもそうですよ。あの、小学生とか中学生のお子さんに対してもね、やっぱり心を込めて、お前が大事なんだよってね、あの、お前のことが好きなんだよって、ね、 でもなんか恥ずかしくていいとか言うなんかね、照れるけど、でもやっぱりそれをちゃんと言葉で言うのと言わないのとでは違うんですよ。うーん、あなんかよかったら安心するなってなりますからね。うん、だからそれはやっぱり勇気を持って、そうやって言葉をかけていく、言葉をかけてあげるっていうのは大事だと思いますよね。 まあ、毎日だと親子だとわざとらしいですから。<laughs> ねえ。なんか、なんか、なんでそれ挨拶かよってなっちゃう場合はありますから。まあまあ、あの、節目節目でちゃんと伝えていくといいんじゃないかなと思いますね。まあ、ねあの、心を込めた言葉っていうのは聞くんですよ。これは。でも心がこもってないと何にもなんないですよ。同じ言葉でもね。うん、だからちゃんと丁寧に、 愛情、ね、思いやり、心を込めて相手に伝えるというのが一番いいんじゃないでしょうかね。うん。ね。で、自分もそれをね、もらったら、やっぱり心を込めて言葉、ね、相手に伝え返すっていうのはね、そのやりとりによって、強い絆とかね、あの、本当意思疎通もそうですけれども、相手に対するお互いの信頼とかね、そういうものが生まれるんですよ。 ね。まあ、ちょっと頑張りましょう。ね。ということで、生きているといろいろありますが、ね。どんな時も諦めずにね、解決の方法あるんですよ。前に前に進んでいきましょう。常に常にね、心は柔らかく、気持ちは強く、前に前に進んでいきましょう。応援しますからね、皆さん、頑張りましょう。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。 ありがとうございました。